ハロー YouTube ニーハオヨーコアンリンチーです。ですね、今日はですね、日中を股にかけた、iPhone 13 Pro Max で初収録 のバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。このね、 iPhone 13 Pro Max のフロントカメラ、スマホ同士で比べたら、もう明らかに12 Pro Max より画質が上がってるんでね、分かるんですけども、YouTube で見てる人にはね、よくわかんない差だと思います。はい、ですね、今日 の中華ニュースなんですけども、一部の人には嬉しすぎる、中国の、上場している不動産デベロッパー の負債率ランキングですね。はい、パチ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 、はい、楽しい人には楽しいよね。はい、ということで、これトップ50って書いてあるんですけども、もうなぜかね、この、画像にはね、40番目ぐらい、ランキング40ぐらいからしか、載っていませんでした。一応ね、今回ね、ちょっとリクエストあったんで、中国のね、不動産企業の、不動産デベロッパーのその負債率が、まとめたやつを知りたいと、っていうリクエストがあったんで、ちょっとね、ウキウキしながらね、検索してみたんですけどもね、そしたらね、結構ね、まとめてるやつがあったんでね、皆さんにご紹介しようと思います。はい、ですね、この40番目のですね、チョンハイディーチャンっていうところがですね、4347億元ということで、1億元って、大体17億円と、計算すればいいと思います。はい、ですね、ここで負債率がね、60.6% でね、普通の企業だったらね、これやばいっていうのは分かるんですけども、不動産デベロッパーの負債率が、どのぐらいあるとやばいのかちょっと僕分からないので、デベロッパークラスになるとね、そこら辺はちょっと皆さん、ちょっと専門の方お願いします。で、それでね、ずっと上がっていって、このね、31番目がですね、ヤジューラーという企業でですね、不動産デベロッパーでですね、このヤジューラーはですね、76% ということで、これでも明らかにやばいような、やばいですね、もうやばいですね、もうここから上はなんか別にもう確実にやばいですね。はい、それでね、この29番目の、29番目はこれはね、タユエチャンっていうところなんですけども、タユエチャン、上海とか住んでるとね、たくさんなんかこの、不動産デベロッパーの、ショッピングモールね、見かけるとね、思うんですよね。ここがですね、76% ということで、ちょっと上がったみたいなね、感じですかね。それでそのまま、30から、21まで見ていくんですけども、特に、最近ニュースに、出てきているようなのはないかな。でもこれだけあるということですね。本当にね、不動産企業ね、レバレッジかけすぎてやばいという状況に、なってきているんですよね。21番目まで特に皆さんが知っているような企業はないと思われます。それで20番目から、次のところでね、20番目から、その11番目のところ、11番目にね、やっとカンターが出てきていますね。恒大グループですね。皆さんの大好きな恒大グループなんですけども、ここがですね、1兆8480億元ということで、中国だとこれね、これいいや、1兆8480億元ということでね、やばいという状況なんですけども、ここがね、83% ということで、負債率の観点から言えば、このね、中国恒大グループね、エバーグランデって言うんですけども、英語でね、僕はね、こっそりとネバーグランデって呼んでるんですけどもね、ネバーグランデは、なんつうのかな、11番目でも 83% ということで、やばいという話ですね。それからトップ10ね、恒大グループ入ってなかったんですね、実はね。それでトップ10を見ていくと、トップ10ね、なんていうの、トップ10は
まあ、トップ10でのこんな感じですね。多分名前が出てくるのはピー・グイウェンとか、ロン・チュアンとかそこら辺が、まあ、多分最近ニュースとかね、出てくるかな、まあ、シン・リーとかもね出てきてましたね。で一番上がね負債率91% ということで非常にやばい、状態になってきてるんですよね。まあでもね、まあ、これ、なんていうのかな、その資産が本当に資産なのかっていう話も出てくるんですよね。まあ、だから、まあ、立てかけの、まあ、立って全然売れてなくて、銀行に差し押さえられてるか銀行に差し押さえてられそうなやつも、その換算している可能性があるんですよね。それとかですね、銀行に、差し押さえられている物価保険を販売していたりとかね、これねいざとなったらね、例えば購入するとするじゃないですか、その不動産物件ね、その後に実はなんていうの、この物件を銀行に、差し押さえられてますよと、だからその不動産デベロッパーの借金の方に銀行に取られてますよということで、なんか没収されてしまうといった現象もね、やっぱ、ね、実はね起こってるんですよね。これ確かにジャッキーのが北京で持ってた、マンションとかもね、まあ、これやられたとかいう、まあ、報道がね出ていますよね。だから、今ねその例えば恒大グループが、自分の持っている不動産物件をですね、まあ、半額とかねそんなまあ、やばいところになると、多分半額以下で売ってるんじゃないかな、半額以下でその売り出してるんですよね。まあ、その代わり一括払いだよということで、やってるんですけども、それにね安いんだと思って手出すと、実はねその物件が、もうね差し押さえられている可能性が高いということで、やばいという話なんですよね。それでね前の動画とかでも出したとは思うんですけども、まあ、だからショッピングモールとかで全然人が入ってない、誰も買ってないというところをなんかほら、まあ、今のねそのなんていうの、まあ、評価額で、計算してるとそれがね資産になっちゃうっていう、話もあるんでね、まあ、そこは何の利益も生み出してないんですよね。まあ、それでねでこの、恒大グループね、恒大グループ自体が、そのなんていうの、その不動産価格でどんどん下げていってるんでね、大安売りをしていってるという、そういった状態なんでね、結構まあね違約もねしまくってるしね、結構普通にやってるし、これ返さないとね結構ねまあ返せるのかな、まあ、もう返そうとしたらどっかに負担かかってね、中国の、ね、不動産価格がねガスッと下がっていくみたいなね感じになっていくんですよね。まあそんな感じで、ね、今回はね中国の、上場している不動産デベロッパーの、負債率でした。はい、今日のねこの動画がねいいなと思っていただけた方はグッドボタンとチャンネル登録、ツイッターのフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチーでした。再见。